マイケル・エドワーズマイケル・エドワーズは、イギリス史上初のスキージャンプオリンピック代表選手で、エディジージ・イーグルのニックネームがよく知られている。スキージャンプのイギリス記録保持者であるだけではなく、スピードスキーで、世界歴第9位の記録を持ち、スタントジャンプでの世界記録保持者でもある。イングランドのチェルトナム生まれで、1988年、カルガリーオリンピックに、 イギリス唯一の代表として選出された時は左官職人であった。1987年のノルディックスキー世界選手権にもすでにイギリス代表として出場55位にランクされた。エドワーズはアメリカ・ニューヨーク州のレイクプラシッドでチャックベル・ホーンの指導のもとジャンプを始めた。体重がハンディキャップであり8 2ラムという 体重は2番目に重たいジャンパーより9キログラムも重かった。また、トレーニングの資金にもこと書いていた。もう一つの問題は、彼は極度の遠視であり、スキーをするときに、レンズが汗で曇っても常に眼鏡をかけなければならないことだった。他人は、私は当初が怖いのだと言いましたが、1日に60本もジャンプをこなすと、そういう人は、 ほとんどいなくなりましたしかし、成功しないことで彼は、世界中の人々に愛されることになった。失敗するほどますます、人気者になった。その後メディアで有名人になり、世界中のトークショーに出演した。メディアは彼を、ミスター・マグーと、あだなし、あるイタリア人ジャーナリストは、スキージャンパーならぬ、スキードロッパーと呼んだ。エドワーズが、 カルガリーで大きく注目されたことは、ジャンプ界の体制派にとって、重要な困惑の種に変わり、多くのアスリートと当局は、彼がスポーツを、あざけっているように感じ取った。オリンピックが終わった直後に、参加条件が非常に厳しいものになり、彼のような選手が後に続くのは、ほとんど不可能になった。閉会式で、オリンピック大会長は、オリンピックに貢献した。 彼を特別に取り上げた。本大会では、ある競技者は、金メダルを獲得し、ある者は、記録を更新し、あるものは、わしのように飛びました。その瞬間に、スタジアムを埋めた10万人の観衆は一斉に、エディエディと声を上げた。特定の選手が閉会のスピーチにおいて言及された、ことは、オリンピック史上初めてのことだった。なお、 その後もエドワーズはジャンプを続け、V 字ジャンプもマスターし、2006年現在も続けているという。エドワーズはオリンピックにエントリーした時点でイギリス最高のスキージャンプ選手だった。彼は1988年ガルガリーでのジャンプで73.5メートルのイギリス国内記録を樹立した。エドワーズはその後オンザピストという本とビデオを発売した。そして、 ずっと後でというタイトルのをレコーディングした。エディの拙ない発音は、かえって人々に大いにアピールした。後で、彼はもう一曲、エジンサイバルというフィンランド語の歌をレコーディングした。これらの歌の両方とも、フィンランドの人気アーティストアーウィング・グッドマンによって作詞作曲された。エドワーズはいくつかの広告に出演した。例えば車のテレビコマーシャルである。彼は、 一時間で一万ポンドの出演料を得ることができた。それでも彼は1992年に破産宣告を受けた。そして彼の所得のための信託財産がきちんと準備されなかったと主張する。その後レスターのデモンフォール大学で法律の学位を取得。私は十年前自分の受託者に対して民事訴訟を起こしてから 法律に興味がありましたと2001年のインタビューにおいて述べている。2006年12月にチャンネル5のザ・ガジェットショーに新しいスキー道具を紹介するプレゼンターのうちの一人として出演した。1990年、エドワーズ現象に応じて国際オリンピック委員会は後にエディ・ジー,ーグルルールとして知られるようになるルールを定めた。 これにより、エドワーズは1992年、アルベールビルオリンピック、1994年、リレハンメルオリンピックとも出場資格を得られなかった。1998年、長野オリンピック出場を目指す。彼は、イーグルエアラインというイギリスの小さな航空輸送会社から5年間の資金援助を得ることができた。 しかしながらまたしても予選を通ることができず二度目のオリンピック出場は叶わなかった。エドワーズの反省を綴る映画、イーグルジャンプは、デクスター・フレッチャー監督、タロニ・エジャトン主演で2016年2月26日に全米公開となった。2008年2月13日、エドワーズはカルガリーオリンピック開催から20周年を記念する。 祭典に参加するために同地を再び訪れた。彼の訪問の間、彼はジャマイカのボブスレーチームと共にカナダオリンピックパークのジップ・ライン・ライドに登場した。ありがとうございます。